プラス A をご覧の皆様、ナイトヘッド2041ザステージに出演いたします、矢部雅樹です。今回に限らずこうダブルキャストをやらせていただく時は、まあ、なんかそんなにこう意識をせずというか、本当にそれぞれの良さが出ていいなと思うし、それがダブルキャストの魅力だなと思うので、好きにこうやっていいんじゃないかなと思ってますね。まあまだ稽古とかも今始まったばっかりなんで、まあなんかこうさな君とは何だろう、内容の話というよりは全然こうたわいもない話しかしてないので、まあなんかこれからどうなっていくのかなみたいな感じです。 70% 占めているもの、睡眠ですね。僕ちょっと睡眠がなきゃダメなんですよ。絶対に7時間は寝たいっていう人なんで、なんか例えば次の日8時に起きるとしたら、もう絶対1時までには寝るしみたいな感じで、もう絶対7時間は寝るようにしてます。じゃなきゃこう動けません僕は僕は話すことがめちゃくちゃ下手くそなので、ぜひこうたくさん喋りかけてくれたらすごく勢いよくうなずいて聞きますので、ぜひ喋りかけてくださいこの作品はすごく内容も深いですし、登場人物の2兄弟とも物語があって、それがこう混じり合って4人での物語というのもすごくなんかこう重厚なもので熱いものになっておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますし、まあ、今回アクションだったり、超能力バトルというのもありますので、なんかそういったところも含めて、ワクワクしながら見ていただけるよう頑張ります。楽しみに。